北海道冷文島のホッケのチャンチャン焼きチャンチャン焼きは、鮭などの魚と野菜を焼いて味噌などで調味した日本の郷土料理。北海道の漁師町の名物料理である。チャンチャン焼きは2007年に農林水産省の主催で選定された農産漁村の郷土料理百選において、ジンギスカン、石狩鍋と共に北海道を代表する郷土料理として選出されている。一般的には、 鮭をメインの食材にすることがほとんどだが、ニジマスなど他の魚を使うこともある。その他の具材としては、玉ねぎや長ネギ、キャベツ、もやし、ピーマン、人参などの野菜を用いる。またカラフトマスやサクラマスは、小型の鉄板のみならずホットプレートでも調理しやすい、手頃なサイズであり、食味や食感が、この料理に合うために特に漁業の盛んな沿岸部等で、 古くから好んで利用されてきた、鮭のちゃんちゃん焼きは、おおよそイカのようにして作る。野菜をあらかじめ適当な大きさに切っておく。一微分の鮭の半身を用意し、塩、胡椒をしておく。バーベキュー用のような大きな鉄板を用意し、熱してバターを敷く。あらかじめ適当な大きさに切っておいた野菜を、鉄板の中央を開けておき、真ん中に鮭を皮の方を下に向けて乗せる。 白味噌を酒で溶き、みりん、または砂糖を、少量混ぜたものを、酒の実に塗るか、鉄板の周りに流してから、アルミホイルなどをかぶせて、蒸し焼きにする。火が通ったら酒の実を大きめにほぐし、野菜と混ぜ合わせる。このようにして作った料理を、鉄板から直接取って食べる。酒量が盛んな沿岸等の一部地域での調理法は、都市部と若干異なり、以下のように作られる。 材料としては、地元産のカラフトマスや酒が利用されることが多いが、海鮮の酒マス類全般が利用可能である。1尾を3枚におろし半身ずつを利用する。鮮度が良い魚を選びした味はつけない。野菜ではキャベツ、玉ねぎ、長ネギなどが用いられるが、もやし、人参、うなしめじなども人気の食材となっている。味噌に日本酒、砂糖、みりん等を合わせたものが、 基本の味付けである。これにすりおろしたニンニクや一味唐辛子が加えられることもある。稀にあらかじめ長ネギを加えておく場合もある。使用される味噌は主に米味噌である。北海道味噌のうち単色味噌の利用が多い。また同じく米味噌の津軽味噌のうちでは、東北で人気の高い辛口の赤の津軽味噌ではなく、甘味噌で単色味噌の津軽味噌が好んで用いられる。 熱した鉄板には通常サラダ油を用いる。バターを用いることは稀である。海産魚である半身の酒マスは必ず最初は身の方から強火で焼く。ある程度火が通ったら焦げる前に魚の身を慎重に返す。にこの味噌を身を中心に塗る。周りにキャベツや玉ねぎなどの野菜を多めに入れ。野菜の上にも味噌をかける。火力が弱い屋内での調理の場合はこの段階で。 蓋をする場合もある。各人の箸を持ち加熱の加減に応じて身をほぐし、野菜と混ぜ合わせながら食べる。もしくは調理担当者がコテなどを用いて全体をほどよく混ぜてから給する。この段階で小骨と皮を取り除く必要があるが、ほどよく火が通っていれば良いである。味噌が焦げ全体が香ばしくなってくる終盤には火力を弱め、溶き卵を加えて飯と共に締めとするのも良い。 なぜこの名称で呼ばれるのか、その由来は定かではない。説としては、お父ちゃんが焼いて調理するから、ちゃっちゃと作れるから、酒を焼く時に、鉄板が、ちゃんちゃんという音が立てるから、仕事中の漁師が、親方の目を盗み、浜でスコップを使い酒を焼いて食べた時に、ちゃんちゃん子で身を隠していたから、焚き火を起こす時の火打ち石の音から、酒提知毛は、土俵と呼ばれる重しで固定されている。 古い時代には土俵の作成に大きな除連が使われていた。当時派までは除連のことをちゃんちゃんと呼んでいた。そのちゃんちゃんを鉄板代わりに利用して調理したことから命名されたなどがある。ありがとうございます。